はい、改めまして皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました生田義勝と申します。本業はですね、この前回のですね、前回の都議選の時に大いに話題になった、豊洲市場の中で、仲卸を務めております。ちなみに、あれだけ吸ったもんでやりながらですね、豊洲市場に移転をしました。あれだけ皆さんに、お茶の間の皆さんお騒がせして、テレビでは大騒ぎをしましたけども、何も起きておりません。はい、これが真実でございまして、あの時の騒ぎがいかにバカ騒ぎだったかということを、今この場に立ってですね、思い出している次第でございます。で、今 YouTuber ということでご紹介もあったんですけれども、まあ、副業といいますか、道楽といいますか、趣味といいますか、そんなんで、人前に出て喋るのが嫌いな方じゃないんで、まあそういう、動画で配信ができるんだったらちょっとやってみようかななんて、思ってやったらですね、なんかこれが意外と受けちゃってですね、なんかこの間なんかすごいですよ、安倍元総理大臣、安倍前総理大臣に出ていただいて、1時間私のチャンネルで安倍さんと喋ったんです。で、その時にですね、安倍さんに最初に聞いたのが、トランプさんとゴルフやった時にバンカーでこけたよねと、あの時トランプさんから何言われましたかという質問から始めさせていただきました。まあそんなんで、これはですね、この結論はぜひ私の YouTube 魚屋のおっチャンネルというのをご覧にいただければと思います。ググっていただければすぐ出ますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。そして川松さんとはですね、この魚屋のおっチャンネルではほぼ、サブレギュラーとして、出ていただいております。先ほど要は都政の報告会ができないというお話もありましたけれども、まあ YouTube ではね、何度かやっていただきまして、で、それとあとこの告示、都議選の告示になる前、なる前日ですね、前日にですね、緑の政党ありますよね、緑のタヌキが引っ張ってる魚の衆があるんですけれども、そこにいた方がですね、今回立候補しないということで、出ていただいたんですけれども、その中でね、まあぶっちゃけ言ってしまえば都民ファースト、先ほど山本区長は悪口は言いたくないけどって、私は悪口言いたくてしょうがない、あいつらの、あいつらがもう都政をむっちゃくちゃに今してるわけですよ。これ川松さんからね、いろいろと陰に日向に聞いておりますんで、いかにひどかったか。だけどね、こうやってコロナになってみると、本当にこれ政治っていうのが大事だなというのを多分皆さんも実感されてるんじゃないかなと思います。やはりですね、国の方が本当にしっかりとやってくれて、まあうちも商売をやってて非常に苦しいですけれども、資金繰りも非常に困っておりますけれども、なんだかんだとお金つけてもらってるなと。で、なんだかんだ、まあ、生き残ってるからまだいいのかなというふうに思える国でございます。まあ、こう思えるっていうのは、きっと見えないところでやってくれてんだろうなというふうに私は気楽に思っております。で、このね、川松さんなんですけれども、その魚屋のおっチャンネルでどういうお話をしてくださるかというと、必ず政策の話です。で、政策ってどういうことかっていうと、ぶっちゃけ言ってしまえばアイデアですよね。今こういう問題が起きてる、だからこれを解決するためにはこういうことやってみたらどうなのっていうのが政策であります。で、それっていうのはまた改革につながっていきます。現状を変えていくということにつながっていきます。で、その現状を変えようとすると、必ず賛成する人もいますけども、必ずいるのが厄介な反対をする人です。でもね、さっきやはり山本区長だったかなおっしゃってたけど、やっぱり日本というのは民主的な国なんですよ。で、中国なんかだったら、じゃあこういう政策でやるよって言ったら、反対しようと何しようと関係ない、お前らは全部切ってこっちで行くんだ、終わりです。でもね、やっぱり日本って国は素晴らしい国で、素晴らしい民主的な国で、その反対する人たちにも寄り添って話を丁寧に聞いて、誠実に誠実に対応していくんですね。
だから何をやるにしてもすごく時間がかかる。でその制作をいつも立案をして、それを形にして、それで、それを実現するためにですね、コツ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 その反対の人たちにも寄り添って、やってくれてるのがこの川松さんでございます。やはりですね、これ墨田区の私は宝だと思ってます。で墨田区といえばこのワクチン、あ、そうだ、区議会の先生がいらっしゃるんで、まずはちょっとお礼を申し上げたいと思います。墨田区がですね、非常にいいシステムでワクチン接種をガンガンやってくださったおかげで、私は月島なんですね、中央区なんですけども、やっぱりね、墨田区があれだけやってくれ、早くやってくれたおかげで、やっぱり中央区なんかも、その影響を受けてかなり加速しました。本当に皆さんのご努力に、心より感謝をしたいと思っております。で、川松さんなんですけれども、その制作の話をいつも YouTube に出て、伝えてくれるんですね。で皆さん、もうね、テレビが言ってることとか、テレビが言ってることとか、テレビが言ってることとか、テレビが言ってることですね、ああいうね、新聞に書いてあること、そういうのでフラ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 動くのもうそろそろやめましょうね。パフォーマンスっていうのは、これだけ制作をやってる人にはパフォーマンスなんかやってる暇ないんですよ。ね、人前に格好だけつけて、私はこれだけのことをやってましたって、いちいち報告する人はほとんどやってません。本当にやってる人っていうのは、このように寡黙にですね、あえて自慢話なんか何にもせずに、着実に自分の制作を実行に移す人です。皆さんね、こんなのはあえて言わなくてもお分かりだと思いますけれども、もう墨田区の誇りです。必ず、この川松さんをぜひ、都議会に、再度送り出していただければと思います。で、ここまで来たらね、あともう4日だっけ？今日入れて4日ですね。今日入れて4日です。それで、今日ね、ここに来てくださってる方は、もう本当は川松さんの、味方だと思いますんで、ぜひですね、皆さんこれから語尾には必ず川松慎一郎ってつけましょう。ね、人と会っておはよう、川松慎一郎。こんにちは、川松慎一郎。もうとにかくここまで来たら名前を覚えていただく。ということで、ぜひですね、力強く都議会に川松慎一郎を送り出していただくことをお願いいたしまして、私の応援の弁当をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。